こんにちは、クロスケです。いつも動画をご覧くださってありがとうございます。今回はクリエイターのための左手デバイス、オービタル2スターナをレビューしたいと思います。オービタル2シリーズは作業の効率化や腱鞘炎の解消など、クリエイターが抱えていた悩みを解決するために開発された左手デバイスで、フラッグシップモデルのオービタル2とオービタル2スターナの2つのモデルがあります。以前別の動画でもご紹介しましたが、私は左手デバイスにこのオービタル2を使っていまして、こちらがフラッグシップモデルだとすると、今回紹介するこちらのスターナはエントリーグレードとなります。エントリーグレードというと廉価版をイメージしますが、このスターナはプロのクリエイターが求めるスペックを持っているので、イラストや映像をはじめとした様々な創作活動における作業の効率化に使用できる左手デバイスとなっています。このスターナは Windows や Mac に対応していて、イラストレーターや Photoshop はもちろんなんですが、基本的にキーボードのショートカットキーを割り当て操作できるソフトなどは、このスターナで操作が可能です。ユーザーとしてびっくりした点は価格です。このスターナの価格は Orbital 2の約半額となっていまして、これまで Orbital 2に興味はあっても、ちょっと手を出しづらかった方に対しても、めちゃくちゃおすすめできる左手デバイスとなっていました。まずこちらの箱ですが、プラスチック廃棄物の削減を目的に、プラスチック製の包装を廃止したパッケージになっていました。取り出し方は内箱の真ん中部分を引っ張って取り出します。机の上に置いたら、両端を揃えて中央の取っ手部分の蓋を外して、ゆっくり開封すればオービタル2スターナを取り出せました。同梱物はスターナ本体と、タイプ A to タイプ C の白い純正ケーブル、スタートガイドとなっていました。それでは外観も見ていきたいと思います。このスターナはホワイト一色展開となっていまして、持ってみた印象としては手触りが良く上品な質感だなと感じました。左手デバイスはキーボードやマウスと同じくずっと手で触れるものなので、触り心地を心配していましたが全く問題ないと思います。背部には USB Type-C の差し込み口があります。ジョイスティック部分はオービタル2と比べると気持ち細くなり軽い操作感になっています。こちらのフラットリングのスイッチは凹凸があり、手元を確認せずとも操作できる工夫がされていました。初めて使用するときはポータルサイトから USB 通信用ドライバーと Orbital 2 Core というソフトウェアをダウンロードしインストールします。Orbital 2 Core が起動しているのを確認したら、スターナ本体を USB ケーブルで接続します。スターナの各操作は Orbital エンジンと呼ばれるこのジョイスティック部分と、この土台の部分のフラットリング、そしてこの光っている部分のグローリングの3つに分けられます。主に操作に影響するのはこのオービタルエンジンとフラットリングですね。オービタルエンジンは押し込んで機能を実行するスイッチと、回して連続的に機能を実行するダイヤル、そして倒して機能を選択するジョイスティックの3つの動作で操作します。例えばジョイスティックを上に倒してズームの機能を選択し、ダイヤルを回してタイムラインの拡大や縮小を調整することができます。一方のフラットリングはオービタルエンジンを囲むように配置された8つのスイッチのことで、ここでは単一キーや複数のキーを設定することができます。例えば押した時にこのように動画をカットしていったり、動画の再生もできますし、リストメニューを表示させてショートカットキーを実行することも可能です。最後にグローリングですが、プロファイルごとに LED ライトの発光色を設定することができる機能ですので、例えばファイナルカットプロは青、イラストレーターはオレンジに光るように設定することで、視覚的に今どのソフト向けに設定したプロファイルを使っているかを確認できるようになります。またスターナに割り当てられるショートカットはたくさんあります。中でもユニークなものの一つがフリックメニューです。特にペンタブレットを使用している方におすすめですが、実行するとマウスカーソルを中心にスターナでリングメニューを表示し、フリックで実行することで作業効率が段違いでアップすると思います。それ以外にも Excel のマクロ機能のように、目的の処理を手順ごとに記録しておくことで一括で実行できるようになるプログラムマクロといった機能も利用が可能となっています。機能の設定や割り当ては専用ソフト Orbital 2 Core 上で行うんですが、直感的に操作ができるので自分好みのショートカットキーをサクサクと割り当てていくことができます。ここまでスターナでどういったことができるのかという特徴をお話しさせていただきました。ここまでの話だけだと、オービタル2じゃなくてスターナを買った方がいいんじゃないかという声も聞こえてきそうですので、より上位のですね、フラッグシップモデルであるこちらのオービタル2と比べてどこが違うかというところをお話ししたいと思います。個人的に一番大きな違いで言うと、バイブレーション機能の有無だと感じました。オービタル2では、オービタルエンジンを倒した時にブルッと震えて手にフィードバックがあるんですよね。
このバイブレーション機能のおかげでショートカットキーを実行されたことを確認できるので助かっていました。一方のスターナにはこのバイブレーション機能がありませんので、ずっと作業していると実行されているかちょっと不安に感じることがありました。オービダル2とスターナの主な違いはこちらのようになっています。作業していてちょっと気になる点で言うと、例えば登録可能なプロファイル数についてオービタル2では無制限だったんですが、スターナは5つまでに制限されているんですよね。またオービタル2ではリストメニューに登録できるコマンド数が無制限だったんですが、スターナでは最大7つまでに制限されていました。さらに細かい点で言うと、オービタル2ではオービタル2ロガーを使うことができたんですが、スターナではロガーで取得したログファイルを読み込めず反映できなくなっています。オービタル2ロガーを使うと、プログラムマクロ機能にキーを登録する際に、クリエイティブソフトを利用しながらキーを順番に登録することができて、複雑なショートカットキーを登録するときにとても助かっていたんですが、これが使えないんですよね。よりクリエイティブ作業をゴリゴリしたい方や、作業の効率化を突き詰めていきたいっていう方には、オービタル2の方が向いてるんじゃないかなと思います。このオービタル2スターナですが、もちろんこのままデスクに置いて使ってもいいんですが、オプションとして発売されているポッドスポットを利用すると操作性が格段にアップします。ポッドスポットを使うと手の小指球や搭乗骨の部分にかかるストレスを軽減することができまして、安定した操作感を得ることができると思います。このポッドスポットはオービタル2もスターナも共通のアクセサリーとなっていますが、使い分けたいときはスターナ用にスペーサーを買い足しすることをお勧めします。はい、ここからはスターナの良い点と気になった点をそれぞれ3つお話ししたいと思います。まず良かった点の1つ目ですが、この見た目のデザインが洗練されている点です。一般的な左手デバイスの場合、スイッチやダイヤルがたくさんありデスクで場所を取りがちなんですが、スターナは片手に乗るサイズ感のため場所を取らずにデスクの上をスッキリさせることができます。また自宅以外で作業する必要がある場合でも手軽に持ち出せて作業環境を再現することが可能です。このスターナのボディはナチュラルな白を基調としていて洗練されていますので、白をベースにデスクをセットアップされている方にも最適だと思いました。2つ目はオービタル2と比べて細かい調整がされていて操作性が向上している点です。オービタル2同様のエルゴノミクスデザインを踏襲しているのはもちろんなんですが、オービタルエンジンのこのスイッチのくぼみであったりダイヤルの太さがチューニングされていて操作性が上がった気がします。またこのフラットリングのですね、傾斜のおかげで指をかけやすくなりまして、誤操作を減らすことができました。またこのスターナはですね、USB Type-C 接続に対応したことも一つメリットになるかなと思います。三つ目は価格がリーズナブルになった点です。オービタル2と比べると約半額なので、これまでオービタル2に興味あったけど価格面で購入を躊躇されていたっていう方も買いやすくなったんじゃないかなと思います。私もですが、やっぱり予算内でいろんな機材を買う必要があるので、クリエイティブ制作を楽しむ方や学生さんはいきなりオービタル2を買うのは勇気がいると思うんですよね。その点スターナはエントリーグレードとはいえオービタル2の良いところを継承しつつ手が出しやすい価格になったのは本当にありがたい点だと思います。またオービタル2シリーズは他の左手デバイスに比べてもかなり独創的なデザインなので、まずはスターナで操作性に慣れてからオービタル2に乗り換えてもいいかもしれないですね。次に気になる点についてお話ししたいと思います。オービタル2シリーズ自体に不満はないので、あくまでもオービタル2とスターナを比べた時に私が気になった点ですが、一つ目はオービタル2ロガーが使えない点です。このロガーがめちゃくちゃ優れていまして、ロガーを使えばソフト側の画面を見ながら打ち込んでコマンドのログを記録してくれるので設定がはかどるんですよね。ロガーを使わない場合でもプログラムマクロ機能の画面で操作を記録できるので影響自体は少ないんですが、ロガーを使っていた立場からするとちょっと残念でした。もう一つはテキスト入力機能が使えない点です。私の場合はテキストブロックによく使うメールアドレスのテキスト情報を登録していたんですが、このスターナでは使えません。その代わりの手段として一文字ずつ入力するプログラムマクロを設定すればテキストを入力することはできます。3つ目ですが、先ほどもお話ししたバイブレーション機能がない点です。オービタル2で搭載されていたバイブレーション機能がこのスターナでは省略されました。個人的にはジョイスティックを倒した時にちゃんと機能が選択されたかフィードバックが得られた方が安心感があったんですよね。このバイブレーション機能はキーボードでいうところの打鍵感と通じるところがあって、これによって心地よい操作感があったのでちょっと残念でした。
とはいえですね、これらはオービタル2の完成度が高すぎるがゆえに気になった点であって、スターナ自体の完成度はプロユースにも耐えられるものだと思います。はい、今回はオービタル2のエントリーグレードオービタル2スターナを紹介しました。じゃあオービタル2とスターナどちらがおすすめかと言いますと、初めて買うのであれば私ならスターナを選ぶと思います。このスターナにはオービタル2の良いところがギュッと詰まっていながらも、価格が約半額なので、オービタル2を持っている身からするとちょっと悔しさを感じるくらい完成度が高い左手デバイスとなっています。一方でもしですね、こちらのオービタル2を持っているっていう方がいらっしゃれば、スターナでしかできない機能っていうのはないので、買い替える必要は少ないかなと思います。ただしですね、スターナのデザインやプロダクトとしての完成度は本当に高いので、自宅と仕事場それぞれで使いたい方のサブ機として購入するのも良いかなと思いました。またオービタル2のレビュー動画は撮りたいと思っていますので、この動画が少しでも役に立ちましたら、グッドボタン、チャンネル登録やコメントもいただけると嬉しいです。最後までご視聴くださって本当にありがとうございました。